サッカー J2 の愛媛 FC は26日、来シーズンから指揮を取る馬瀬修一新監督の就任会見を県庁で開きました。馬瀬監督は、緊張感のある喜びを感じていると心境を述べ、今後のチーム作りについて抱負を述べました。クラブとしてですね、プレーオフ進出、まずそこを目標にしていこうと、まあ、昨年の10位という順位が、まあ、指標や通過点になると私自身は思っています。馬瀬監督は三重県出身の43歳です。現役時代にはアメリカやクロアチアなどでプレーし、引退後は当時 J1 の千葉で、後に日本代表監督も務めたイビチャ・オシム監督の通訳を務めました。その後はコーチなどを経て、去年 J3 秋田の監督に就任しました。ピッチ上の選手たちがしっかりと戦えるという、そういう印象を持っています。そういった部分はしっかりと継承していきたいと思っています。まあ、あらゆる選手が攻撃のスイッチを入れてゴールに迎えるという、まあ、そういうものを目指していきたいと思っています。しっかりと FMFC でもこの勝者のメンタリティというものを意識せずともね、無意識に各々が感じられるように、そのような指導をしていきたいと思っています。